ザクセン公国は中世から近世にかけて北部ドイツ地方一帯を支配した両方。その半島は時代によって変遷があって一様ではないが、おおむね現在のドイツのザクセン州、ニーダーザクセン州、ノルトベストファーレン州、シュレースビヒホルシュタイン州、ザクセンアンハルト州にまたがる。何度かの分裂と統合を経て、その一系統が1806年の 新生ローマ帝国の解体によって、ザクセン王国となった。ドイツ諸法の中では、オーストリア、プロイセン、バイエルンと共に長く重要位置を占めた国であり、ポーランドを実質支配した時期もある。もともと、エルベ川北岸のホルシュタイン一帯に集落を営んでいた、ザクセン人は、2世紀から4世紀にかけて徐々に生存権を拡大していった。5世紀には一部のザクセン人が、 ユトランド半島のアングル人、ジュート人と共にイギリスに上陸し、いわゆるアングロサクソン人の元となった。6世紀初頭にはザクセン人はライン側一帯まで勢力を広げていた。8世紀からフランク王国が東方への侵攻を開始、ザクセンも抵抗の末にその半島の一部となった。フランク王、カール大帝は降伏した。 ザクセン人のリーダーであるビッドキントを回収させ、ザクセン公とした。844年、リュードルフがザクセン公となり、リュードルフィング家の子祖となった。リュードルフィング家は、フランク王国内でも力を持ち、ハイン・リヒ一世は、東フランク王となって、ザクセン朝を開き、息子の夫二世が962年に、初代の神聖ローマ皇帝へ夫一世となった。 夫一世は、ザクセンをルスにすることが多かったため、ヘルマン・ビルングを、ザクセン返境博、後に、ザクセン副校とし、ザクセンの統治を任せた。ヘルマンの息子のベルンハルト一世の第二は、正式に、ザクセン校とされた。これによって、リュードルフィング家から、ビルング家系,系統が変わった。1106年にビルング家最後の当主マグヌスが死亡、後継者がいなかったため、 ズップリンブルク家のロタール2世が、ザクセン公となった。1125年、ロタール2世は皇帝に即位し、ロタール3世となった。1137年、ロタール3世が亡くなり、彼も、また後継者を残していなかったため、婿で、ベルフ家のバイエルン公ハインリヒ10世が、ザクセン公ハインリヒ2世となった。ハインリヒソン大公は、 定位も狙っていたが、バイエルンとザクセンを支配する、イ在行に力が集中するのを恐れた諸公は、イ在行を支持せずに、コンラート三世を衰退した。コンラート三世も、また諸公と同じ警戒心を持っていたため、イ在行を、ザクセン公と認めず、新たにアスカーニエン家のアルブレヒト一世を、ザクセン公とした。ハインリヒ十世の息子ハインリヒ十二世は、 敬意とザクセン公の地位を狙って争い、1142年の和平条約でアルブレヒトクマ公を退位させ、ザクセン公ハインリヒ3世となった。しかし、その後、フリードリヒ1世がシシ公の行為を不法であるとして、ザクセンを攻撃、1180年にシシ公は追放され、新たにアスカーニエン家出身でアルブレヒトクマ公の息子ベルンハルト3世がザクセン公となった。 1260年、ベルンハルト3世の息子アルブレヒト1世が死亡。医療は、ザクセンビッテンベルクとザクセンラウエンブルクに分割された。1356年、カール4世の発布した金印直書によって、ザクセンビッテンベルク公は選定公の資格を与えられた。1422年、アルブレヒト3世の死によって、アスカーニエンケは途絶え、ザクセン公為は、 ベッティンキュのマイセン偏京博フリードリヒ一世がその地位を継承した。1464年にチューリンゲン偏京博も兼ねた息子のフリードリヒ二世が死亡すると医療は二人の息子に分割相続された。年長のエールンストがザクセン選定校となり北マイセン、南チューリンゲン、ビッテンブルクを継承した。もう一人の息子アルブレヒトは南マイセン。 北中林間を継承し、ザクセン公を称した。16世紀初頭から宗教改革運動の機運が高まると、エルンスト系のフリードリヒ3世はマルティンルターを保護し、プロテスタントを承認した。これによって、ザクセンには多くのプロテスタントが流入した。一方、アルブレヒト系はカトリック寄りで皇帝を支持していた。両者は対立するようになり、ザクセンは、 新旧両派の構想の場ともなった。1547年、ミュールベルクの戦いで勝利したカール5世は、自身に敵対したヨハンフリードリヒから選定公の資格を剥奪し、味方したモーリッツに包装として、これを与えた。以降、選定公の資格は、カトリック支持のアルブレヒト系が継承した。しかし、前述したようにザクセンには、多くのプロテスタントが存在したため、 しばしば争いの火種となった。また、後になると、ザクセン選定校の中にもプロテスタントに改修するものが出現した。一方、エルンスト系は分割相続を繰り返して、弱小の両方軍に転落し、政治的重要性を失っていった。1618年から始まった30年戦争において、時のザクセン選定校、ヨハンゲオルク一世は、 皇帝とプロテスタントの板挟みとなって曖昧な態度を取り続けた。そのため、ザクセンの国土は軍隊の侵攻と略奪によって荒廃した。1697年、フリードリヒ・アウグスト1世はポーランド王に選出された。ポーランドはカトリックが国境だったため、フリードリヒ・アウグストはルター派からカトリックに改宗して即位し、ポーランドをアウグスト2世となった。しかし、 これによってザクセンは大北方戦争とポーランド継承戦争に巻き込まれることとなった。フリードリヒアウグスト1世の息子、フリードリヒアウグスト2世もポーランド王とザクセン公を兼ね、ポーランド王アウグスト3世となった。1805年、ナポレオン1世が神聖ローマ帝国へ侵攻、帝国は解体され、ライン同盟が結成された。これに伴ってザクセン公国は、 ザクセン王国となった。時のザクセ戦選定校、フリードリヒアウグスト3世は、ザクセン王、フリードリヒアウグスト1世となった。以降は、ザクセン王国を参照。ありがとうございます。